紅茶作ったけどさ、口つけないと飲めないじゃん。飲めないじゃん。ちょっと今気がついた。ちょっと待って、飲めないじゃん。あ、でもいいや、うん、ちょっと作ったからちょっと置いといて、この撮影が終わった時にいただきます。はい、ちょっと喉乾いちゃったけどしょうがない。はあ、ついてたからさ、ちょっと話しちゃうとさ、その続きね、さっきの話の、ご飯を食べた後にその六本木に向かったわけですよ。みんなで集まって AKB やろうぜってイベントは、主催のそのビジネスマンの方が個人ですごいイベントをやるの好きな方で、なんかクラブとかバーとか貸し切って、でなんかその時もね、確か六本木だったよね、うん、のハートランドっていうバーを貸し切るじゃなくてイベント予約したのかな。こういうイベントをやらせてくださいっていうのを確かハートランドってところで入れといて、お客さんがすんごいたくさん、もうハートランドって人気なところだったから、外国人の人もすごくいっぱいいるし、日本人の人もいっぱいいるし、ハートランドっていう名前自体も確かね、日本発祥のビールがハートランドって名前なんだよね。そのハートランドってバーで AKB48、まあ、偽だけどを48人本当に集まって、みんなでその AKB のコスチュームを着て、で普通のお客さんがいる前でパフォーマンスしようぜっつって、マジってなるよね。だって集まってるみんな、だってプロでもないし、ど素人だよ。ど素人のその48人中の何人知り合いですかっていうレベルの人たちが集まって、まあ多分その主催の人はみんな知ってるの、もちろんみんな知ってるんだけど、それ以外の人たちはお互いにさ、知ってる人たちなんてそんな数知れてて、でそんな集まりがそれぞれ当日になるまでに AKB48 の曲目ダンスをパフォーマンスするんだっつって練習してで本当に時間になったら AKB の曲がティリッティッティって流れて、なんだっけ、ヘビーローテーションだったかな。そう、ヘビーローテーション、その時ヘビーローテーションすごい流行ってた時だったかな。ヘビーローテーションをパフォーマンスするっつって、本当に振りを覚えて、曲が始まったらガーってみんなでハートランドのお店の中に入って、で本当にパフォーマンスしたの、超ウケると思って、超恥ずかしかったし、ていうか全然踊れなかったし、なんか頭真っ白になっちゃって、入った瞬間にウケんのか、ほとんどみんなが同じところからガーって入っていったのに、なぜか私とその当時すごく仲良かったお姉ちゃんみたいな女の子、ももこちゃんっていう子がいて、そう、ももこちゃんとなぜか私たちだけ違う道から入っていったんだよね違う道から入っていって、2人だけすごいなんか孤立してて、みんなはさ、バーのカウンターの前とかに綺麗に並んでさ、すっごいやーってすごいパフォーマンスしてるので、私たちだけ違うドアから入ったから、そこにたどり着けなくって、人もすごいたくさんいるし、普通のお客さんが入って、そんな奥に行けないようなところで2人だけで孤立してAKB の踊りを踊ってる変な2人組みたいになっちゃってて、もうなんか本当恥ずかしかった。でもももこちゃんがいたから大丈夫だった。お互いがお互いを見て、お互い向き合ってなんかパフォーマンスして、それはそれで楽しかった。ももちゃんいたから大丈夫だったんだけど、そしたら衝撃、私たちがパフォーマンスしてた目の前に座ってる3人組がいたの。男性2人と女性1人で、女性は日本人だったんだよね。外国人かぶれのさ、日本人女性だと思うんだけど、まあその3人組でさ、多分お友達 で飲んでて、その3人がさ、なんか話してのが聞こえてて、どの子が可愛い、どの子が可愛いっつって、なんか品定めみたいなのしてたの。うわーっと思って、いわゆる日本人の女の子を釣ろうかみたいな感じなのかなと思って、ちょっと
耳だけこっちを向きながら私はねパフォーマンスしたんだけど、そしたらその男性2人はね確かねハンガリー人だったんだけど、すごいイケメンで背も高くてすんごいハンサムだったんだけど、その1人があこの子だっつって私を指さしたの。はってなって、え何ですかって言ったら、日本人女性の人がいやなんか気に入っちゃったみたいですよっつって、そしたらははってなって、はってなるじゃん、はってなって、でももちゃんももこちゃんもはってなってそりゃそうだよね、女の子差し置いて私みたいな、本物の女の子差し置いて私みたいな感じだったんだけど、私も私で、いや男ですからっつって、男でなんか女装してるだけですからっつって、そしたらそのハンガリー人の男性がいや構わないよって、えってえってなった、えってなった。でなんかその日本人女性もちょっと焦り始めて、えちょっと待ってみたいなハンガリー人の男性が結構本気っぽかったんだよね、本気っぽく言ってたから、その日本人女性の人もさなんかええってなって、ちょっと止めに入ろうとしてて、私もえってなってたけど、えでもその後もねコメディアンのさ響きってコンビいたよね確かね。でその響きっていうコンビがなんか MC をやってるその仮装のイベントがあって、そこにそのハートランドの後は行くよっていう話だったから、あ行かなきゃいけないしと思って、話もしてらんないしと思って、まあ、でもねすっごいイケメンだったの、すっごいイケメンでハンガリー人で欲しいって言われて、ってなんかすごいねもう誘惑に負けそうだったんだけど、まあでもそこはお断りしてすいませんっつって、ちょっと行かなきゃいけないんでっつって、まあでもね あれはでも本当惜しかったなね。で彼が本気でさ、わかんないよゲイなのかゲイじゃないのかもわかんない、ただの女装してる男性が好きな、なんかそういう趣味でも本気で目を見て君がいいって言われたらさびっくりするよね、えってドキッてするじゃん。もうだからあれはね本当に刺激的だった。うん、でもそれだけじゃないんだよ、すごいのが AKB48 の集団で移動するんだけど次の会場をつって行くとこ行くとこでナンパされるんだよね私だけなんでって思う。だって他のさ可愛いんだよ、 AKB の衣装着てる他の女の子たちすっごい可愛いの、可愛い子たちばっかなのに私がナンパされる不思議、本当あれは本当ね不思議な一晩だった、本当信じられない自分でもびっくりした。でまあその次の会場ですっつって、確か会場行く前にねなんかちょっと小腹減ったねっつって、次のイベントまで時間があるしって言って、確かねちょっとレストラン寄ってたりとかしてたんだけど、まあそこを挟んでそこからちょっと人数減ったのかな、なんかもう帰んなきゃっていう人もいたりとかして、その格好で帰るんですかって感じだったんだけど、だって男性もだよ、男性参加した男性も AKB の格好をして、しかも化粧なし化粧なしの男がその AKB のその衣装を着てるっていう状態だよねなんかその格好で帰るんですかって感じだったんだけど、小さめのグループになってもう少し、まあでもそれでもだよ、それでも半分ぐらいはまだいたのかな。でその半分ぐらいのメンバーでじゃあ AKB48 つってそのコンペティションに参加したんだよね。仮装なんだっけな、仮装がすごくいい人はその賞をもらえるってやつ、確かね何位かになったんじゃなかったかな、賞をもらえたかちょっと覚えてないんだけど確かもらえた気がするけど、どうだったかな。まあでもそれでその次のイベント行って響きだったかな、確か響きだったと思うんだよね、の MC の人たちがさやっぱ話しかけるじゃん、その出場した人たちの衣装を見てコメントあげてって、で私たちの番になって AKB48 つってバーって、でなんか一人一人見ていくの、え可愛いですね AKB ですねつって、でなんか私のところに来た時になんか一人だけガチですねって言われて
みたいな、ガチですねって言われたって、はいみたいな感じだったんだけど、一応その時からだからポテンシャルはあったみたい。別に女装が好きだったとかそういうわけではないし、どっちかというと女装とかさ、その当時はだけど、その当時はすごい偏見とかも私あったから、ドラッグクイーンだったりとか、その女装とかっていうのにハロウィンとかのイベントとかではない限り別にしたくないような人だったし、別にそんななんかいろいろ言われると思ってなかったんだけど、あの時のことはね本当に記憶にすごく焼き付いてる。うん、すごい日だったと思うあれは。でその後コンペティションの後もなんか朝まで空いてるクラブ行こうぜってなって、おしゃれなタワーの中にあるクラブだったかな、なんかワンフロアクラブみたいになっててすっごい広いとこだったんだけど、でそこに行って、で朝までやって踊ってみたいな、で始発で帰ろうぜってなって、はい、その AKB の格好でね始発で帰りました。いやーあれはさ本当、あでも楽しかったな。みんなどうしてるんだろうね、ももこちゃんとかどうしてんのかな。あっていうかももこちゃんあれだよ、会社のなんか飲み会かなんかで忘年会だったかな、かなんかで AKB の出し物したいから、ちょっとケイティの AKB のユニフォーム貸してくれないっつって、あれ貸し出しとかじゃなくて、参加した48人個人個人でお金出して買ってそのイベント参加しようって話だったから、私はそのイベントの後も持ってたわけよユニフォームを。でその衣装貸してって言われたから、あいいよっつって貸して、でそっから返してもらってない返してもらってないな、そういえばねえ、ちょっとももこ返してねえ、あれはねえ